ているアナと雪の女王オリジナルサウンドトラックに続き、デラックスエディション CD2 枚組が3日発売になったオリジナル英語歌に加え、松たか子、神田沙也加、ピエール滝ら日本版ボイスキャストが歌う日本語歌も完全収録した2枚組だ。3月12日に発売されているアナと雪の女王オリジナルサウンドトラックに続き、デラックスエディション CD2 枚組が3日発売になったオリジナル英語歌に加え、松たか子、神田沙也加、ピエール滝ら日本版ボイスキャストが歌う日本語歌も完全収録した2枚組だ。2枚組デラックス版には DISC123 月12日発売の通常版 DISC2 には松たか子、神田沙也加、ピエール滝ら日本版ボイスキャストが歌う Let It Go ありのままでや雪だるま作ろう生まれて初めてなど日本版劇中歌9曲を収録。イディナメンゼル MAYJ の劇中歌カバー、そして今回超目玉として追加されたスペシャルトラックレッドイットゴーマルチランゲージメドレー25カ国語 VER ドットが収録され、4曲のカラオケ音源を収録している。2枚組デラックス版には DISC123 月12日発売の通常版 DISC2 には松たか子、神田沙也加、ピエール滝ら日本版ボイスキャストが歌う Let It Go ありのままでや雪だるま作ろう生まれて初めてなど日本版劇中歌9曲を収録。イディナメンゼルMAYJ の劇中歌カバー、そして今回超目玉として追加されたスペシャルトラックレッドイットゴーマルチランゲージメドレー25カ国語 VER ドットが収録され、4曲のカラオケ音源を収録している。ディズニー創立90周年記念作品として制作されたアニメーション映画アナと雪の女王が3月14日から 2D、3D ともに全国公開されるアンデルセン童話の雪の女王を原案にした同作は、運命に引き裂かれた王家の姉妹エルサとアナを主人公やけに凍った世界を救う真実の愛を描いたファンタジー作品だ。ディズニー史上初のダブルヒロインで美しい雪と氷の世界を描き、ブロードウェイのキャストによるミュージカルナンバーも見どころとなっている同作。ディズニーでは、作品を制作にするにあたって共感できるストーリー、魅力的なキャラクター、現実味のある世界観の3つの柱を念頭に置いており、この度、同作プロデューサーのピーター・デルベッコがその制作の裏側を明かした。雪のシーンが多い同作だが、制作陣は雪と人物が接触した時の様子を細かく研究。雪の中を人が歩く反応を描くにあたっての技術がなかったため、新たなソフトウェアマッターホルンを開発し、自然な雪を表現することが可能となった。新技術を開発した後もリアルさを追求するために実際に雪を転がしてみたり、カナダのアイスホテルで氷の表面の光の反射や屈折を観察したりと、研究に研究を重ねて、息を呑むほど美しい雪と氷の世界に仕上がっている。また、キャラクターの魅力を表現するために、ボイスキャストはリアルなパフォーマンスを追求。アナを担当したクリステン・ベルは、実際にアナの動きを演じてアニメーションを制作した。その他、ボイスキャストは体を動かして演じる演技をするために、話す時の息継ぎではなく歌う時の息継ぎのタイミングを研究。
呼吸の際のお腹の動きとシンクロするような呼吸のタイミングを細かく実践した結果、ディズニー作品の醍醐味とも言えるリアルなキャラクターが完成した。全米で昨年11月に公開され、第71回ゴールデングローブ賞でアニメーション映画賞を受賞したほか、アニメ界のアカデミー賞とも言われる第41回アニー賞においても作品賞をはじめ最多5部門を受賞して、る同作。3月1日に発表される第86回アカデミー賞の長編アニメーション賞と主題歌賞にもノミネートされている。